回はポリフロップさんのコーナーです。イエーイ。今回する企画は、はい、プレフロップさんに逆ドッキリをやっていこうと思います。なるほど。僕がプレフロップのゆうとくんに電話しまして、うん、電話して俺たちこの3人にプレフロップが辞めるから、うん、相談をしてほしいっていう。なるほど。俺たちがメインフェイズさんにやったようなやつをこっちのメンバーにやる感じにしてほしいっていうことを伝えております。はいはいはい。で、俺たちはあーやめてマサオくんじゃないから俺。あ、マジで。あ、へーってなれへんから。あ、マジで。うん、しんちゃんみたいな。てんねや、ほんで。的確やったわ。邪魔しやんついてくれる。あ、今すごい必死で喋ってたやんか。全然知らんわ、そんな。YouTuber やな、一応。メンバーやんな。あ、オッケーオッケーオッケー。こっちには3人言って、うん、で、向こうはマジで相談してきて、うん、おそらく俺たちの、いや、お前、やめんなよ。はいはい。いや、お前らおもろいからっていう、このメインフェイズさんが言ってくれたような言葉を期待してます。そうやな。なのでそこで僕たちは、うん、まあ俺はあの言えないんで仕掛け人だからな。仕掛け人なんで、うん、こっちの3人の方に、うん、マジやめたろっていう感じで、詰めていってほしいです。まあ、初めはこう、冗談なんそれみたいな感じから、うん、徐々に向こうがマジになってくる、まあ、来るほどこっちも詰めるっていう形に、はぁ、していって、うん、まぁ、ちょっと後輩 YouTuber バチクソビビらしていこうかなって。おぉ、いいでしょ。うん。俺たちそのドッキリ練習もやったやん。やった。やった。あの練習の甲斐がというか。出てくるわな。チャーなんかはもうまさに。うん。家潰れんちゃう？プリフのハウス。いけるかな？あんだけ、うん、椅子な、バンバンしたら、ほんまに。こいつ出たら終わりやろ、もう。うん。頑張れやろ。もうクリスなんかもな、やめるっていう方のドッキリやったから、うん、向こうの気持ちはわかるわけやんか。うん。でもめっちゃいいし。まあ、敦也は。まあまあ、あれやけど。まあ。生かすって、俺。俺も生かすって。いやいや、音声とかやめろよ。やめんのよやめろよ。今の何やめ僕たちのその演技力にも期待してもらってね。はい、うん。プリフロップビビらしていきますよ。はい。それではいきますよ。せーの。笑う角には、福来たね。おはようございます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 。広がってもいや、人数減った。これ、好き飲んでいいからな。こっちお前なんや。緊張しよう。あれ、すいません。実物こんなでかかったけど。なんか、あっつや似てるな。いや、あれなんか、やっぱそうですよね、作。ほんまに毛と一緒。マジで毛と一緒。僕の方が上ですよ。マジで。そらそうだ。え、キャタツは？キャタツ。山田ですか。山田ですか。誰が高いとこ取れてるじゃないですか。あ、そういえば10万人おめでとうございます。ありがとうございます。ドライブスルー運転やったらすぐ寝てる。今日ホットモットでやろうかなって。あ、そう。全然全然俺らのアンチ流れる。すごいないます。めっちゃ多い。うん、多分ちょっとこの辺タバコの時間だよ。ありますよ。ちょっと教えてくれ。いいっすよ。教えてくれ。いきます。ごめん。はい、本日のリブラ。そしてプリオップユートです。イエーイ。に考えてくれました。どうだった。じゃあ今やるのなんかいい言葉とかもらえますか。いやでもな、はい、あいつらね、熱いのは熱いのよ。あその真剣になってなってたら。本当だからユートも、はい、だいぶこう真剣に熱意を持って話してほしい。ああ、なるほど。うん。まあ僕ら演技下手ってのもあるんだけど。マジ下手なんで。でもなんか、福来たるさんって実はいい人だよみたいなのを見てるから、もう。え、悪い人やと映ってんのこれ。いや、大体そう思ってるでしょ。うせや。あ、そうな。知らなかったんすか。全然知らんかった。めっちゃいい人らやで売ってんのに。まあ俺もなんかちょっとずつこうフォローしながら。そうですね。そこ重要だと思います。やっていくから。はい、お願いします。Okay、それではじゃあ、ドッキリの方を、開始。そんなに。2時間だけなって長いな。でもなんかその撮影する前に行っとこうかなと思ったんですけど、うん、あの近々ちょっと解散しようかなっていうのは、え、喋ってたんですよ。え、どういうこと。どういうこと。え、ほんまに。そうです。山立つとかもなんか家計の事情的に、まあ、確かに厳しいかもなーって喋ってたら、うん、やるかみたいな。でもまだ正式には決まってないんですけど。え、なんの家計の事情。弟がちっちゃくて小学生ぐらいでまだ、うん、で親父がもうちょっと体調が悪くてここから働けなくなるかもみたいな。でちょうど就活の年なんでこの辺で就職してもうちょっと助けてほしいみたいな。金銭面的にやる。そうです。でも、うん、家庭の事情とかあったな。
忍者シャーマン忍者タクミとかは忍者無用ですそうかもしれない いや全くしてなくて終わるやばいで、この時期に YouTube やるこの時期にやるからまあ新卒は2年までいけるからあ、そうね大学卒業しても2年以内は新卒扱いだと思う面の面のモチベーションとかも考えるかな全然まあ、やめ時見つけるのも一個ちゃうなでもなんか、それこそなんか相談したいなと思ったっていうか本当にまだ正確に決まってなくて諦めきれんなっていうのはあるんですよ、個人的には悔いも残りますよ、ちょっと僕も YouTube めっちゃかけてたので、まあ、仕事も僕辞めてるんで、うん、あ、うまい感動も僕、わかりましたわかる僕、わかりそれは YouTube 原因であ、YouTube も、まあ、まあ、半分半分で、ね、YouTube とあ、いいことあるわかんない向こうの方向で結構話し合い的に戻ってくるって言われなかったもう一回やめたらもうやめてないみたいななんか綺麗な決めとしてなんか、はい、やっぱ始めますとかは、うん、なんかダサいかなっていうか、はいはい、ただちょっと失礼やでで俺らは本気でやろうと思ってたから、うん、そんな感じでコラボ受け取ってほしい普通に気悪いわまあ、一応俺がお願いしたし。いや、それ知らんけど、それ聞いてた、もともと。いや。その時は決まってた、その連絡行った時は。俺らは。それ、何で言わんかった？やめようと思ってるんですけどって。最初、僕らも、うん、なんか、どうしようかなと迷ったんですよ。うんコラボをしようかどうか、うん、で、なんか迷惑かけるので失礼と思わんあら泥手で泥手すいませんちょっと殺してください来い来い来い笑ってもらって出ていて一回頭冷やして来るよはい、すいませんちょっと出ますねここはそう思わんもうやろもうやろ YouTube やろってやろ本気でやっぱやってるもん同士なやった方がいいかな聞いてたしもうどうしていいか分かんなくて、うん、でそれ言ってこいよって、うん確かにその迷ってる時期に、うん、例えばさ俺らが売れとってさはい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 すいません例えばさ俺らが売れてて力持ってたとしても、うん、まだそんな関係じゃないやん普通お前らが大阪来いよっていう話なんでそれやったらどうすやろそりゃそうっすでも都市も近いから俺らやったらいけるわみたいな考えでやってたのか知らんけど人としてちょっと失礼ちゃうとりあえず今日はやめようとってもまあ意味ないしなうん今日の話でいいかシスト、うん、何やってんさっきからまだ何やってるのいや、何じゃないです電話した時に言ってくれたよかったな言ってくれたのに
通に、うん、さすがにな、うん、ごめんなさい、なんかやってます？え、なんかドッキリみたいな、ほらちょっとどっちですか、本当にすごい、僕もう本当にもう後までできないです。何言ってんの？え、座りやってます。やわろてん、すいません、昨日笑ってました。まあ、リクに言うべきやったな、リクと連絡取ってんのやろ。うん、まあ、今言っとならな、普通に気持ち悪いやろ。うん、マジでわかるけど、来てるからな、そう、はい、マジで、いや、あかんわ、無理や、ちょっと腹立ってきた。お前やぞ、すいません、何笑ってんねん、お前笑いすぎやろ、おい、意味わからんやろ、どういうことなの、マジでなんで笑ってるの、ずっと。いや、まあ、もう抑えよ。どういうことなの、分かれへん、意味分からへんねんけど。マジ意味分からへん、もう抑えよ。はぁ、一応金目のあともおるし、それは分かるけ、やばい、分かるけ、何笑ってんねんって。普通におかしいけどな、やめるって決まってんのに、うん、コラボしてんねんからな、こんな舐めた感じでやんなよ、 YouTube やんなって。すいません、いやもうええわ、もう帰るやろ、すいません、いやもういい、でもこんなの舐められたら初めてやわ、お前知ってて、お前らもファンおるんやろ、はい、はい、はい、申し訳ない気持ちないん、解散するドッキリのはずだったんですよ、うん、あ、そうなんや、いや、知ってるやん。言ってあげて、ちゃんと、俺は逆ドッキリで、うん、プリフロッカが俺たちに辞めるって言ってきたのをそのまま辞めさせてボコボコにする。めっちゃ笑ってた、やばい、本当にやばいやつ、本当に俺がキレてたのにずっと笑ってるやつ、やばい、だから、いや、だからもうこれが本当にキレてたとしたら俺はもう後戻りできる。もう本当だよ、後半からチャラ君出して、チャラ君人生で一番でかい声出してる。初めはビビった、いや、ビビました、マジで、あ、これやばい、怖かった、怖かった、怖かった、うまかった、蹴ったぐらい、めっちゃ怖かった、あんなん、裏ではあんなんなんすか、全然やめたこと知らんかったしね、そのそう、マイコス返せよ、鬼も。あと今思い出したんですけど、あの、2人で撮ったオープニング、今思い返すとめっちゃ恥ずかしい。え、これはバーに TikTok 祭りからやるんですか。どうしよう、 TikTok 祭りからやります、 TikTok 祭りじゃない、チームは今君中盤だ。俺のオープニング撮ってます、君中盤、早送り、チャラってません、チョリー、せーの、ドッキリ大成功。ということで今回はプレグローブさんとコラボ動画でした、いやね、初めてこんな仕掛け人やるってなって結構緊張してたのにね、そう、緊張した、うん、めっちゃ台無しだった。お前のせいでな。とりあえず明日の天気は、いや、天達じゃねえよ。お願い、ということで、ポリフロップさんの動画でも出てますので、はい、ぜひチェックの方で本当にお願いします、お願いします、僕らも年内10万人目指してますんでね、関田さんの背中を追っかけて頑張ってますから、何者ですか、ギリギリやったから、頑張ってますので、はい、お願いします、お願いします、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします、お願いします、はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。バイ。